リンも目が覚めたみたいだね。いよいよ君の思い通りの歴史が成立しそうだ。君はマジェスティロードブラスターにライドし、それによって得た特殊な力を利用した。マジェスティロードブラスターのカードそのものを盾として始まりの場所への介入を防ぐ。本当は嫌だったんだろう、ヴァンガードユニットにライドすることなんて。でも君は実行した。ただ一人のために。今思えば失敗だったよ。この世界に来て君に全てを話してしまったこと。向こうの世界では君は強い少年だった。だから全てを告げた。全てを認め、そしてその結果を多くの人に分け与えられる強さ。その力によって多くの人が励まされ立ち直ることができる。そして僕も。君はここではヴァンガードを手にしなかった。それによって君の持つイメージ力は肥大化し、特殊な空間このサンクチュアリを構築した。そして次に君がすることは、この世界からヴァンガードをなくすこと。なぜこの世界の君はある一人の人生だけに肩入れする。なぜその幸せだけを追求する。黙れ。そしてこれは本当に正しき道なんだろうか。仮に誰かの幸せが少し欠けても。黙れ黙れ。それは全てうまくいっている者たちが使う言葉だ。僕は何も得ていないし、うまくもいっていない。そうなのかな。ここは僕がヴァンガードに触れなければ誰かが幸せになれる世界。僕が唯一手に入れた成功なんだ。だからこそそれを邪魔する者たちは排除する。でもその歴史は偽りなんだよ。歪んでるんだ。そんなの信じるものか。その歪みによって他の多くの人が不幸になるかもしれないのに。母さん、その不幸を僕は知らない、見たくもない。でも君の話を聞いて僕は確信したんだ。期待してたよ。母さん、トシキ君の活躍楽しみだわ。この人を幸せにしたい。この人たちの幸せを壊してはいけない。たとえこの世界が偽りであろうとも、苦しむのは僕だけで十分だ。もうすぐ全てが完結する。僕の思い通り。思い通りの歴史ってのがどうもね。誰かが強く語ればそれは歴史になる。正しくても偽りでも。カイトシキはそれを納得してるのかな。そんな必要もないし、分かってくれなくて構わない。僕が歴史を思い通りに導けば彼は幸せでいられる。ただそれだけだ。じゃあなぜ僕に会いに来るんだい。とはいえ時間がもうない。ゴーリン、あとは頼んだよ。